さあ、3日目の競争は第10レース予選競争で遅れて3号艇の松尾ひろむが船を回してまいりましたが、その後ろに現在1蓋456です。さあ、雨が降ってまいりました。競争水面上、風は現在はスタートライン上かすかな追い風が吹く程度です。さあ、早めに3号艇の松尾がこちらホームストレッチ側へと入ってまいりますが、後方から1号艇の松井茂、さあ人気と中心はゆっくりと陰線に入ります。今シリーズ手堅い走りで、ここは逃げての初勝利なるかの一戦。残り50秒を切っていまして、そして2号艇でしょうか、永井氷弥、今日前半戦4着。そして3号艇でしょうか、松尾ひろむ、シリーズは目下3戦2勝の活躍。4号艇がいますが、深谷智弘、昨日は2着1着と巻き返しに成功の活躍。さあ1蓋、そして4、3で入りました。ここまでがスローです。そしてダッシュが2艇、5号艇の君島修造、そして6号艇の山崎軍、今日前半戦レンガ並みの2着があって、これでスローが4艇、ダッシュが2艇で4対2のスタイルとなってまいりました。12秒進の回転となっています。雨降りの中での競争で、後半戦第10レースインコースから1番、2番、4番、3番、5番、6番の4対2、1秒、今スタートしていきました。コースタートはインコースから1号艇、センターから4号艇、ダッシュ勢から5号艇ですが、逃げる1号艇の松井茂をまくっていった4号艇の深谷、そして2号艇真ん中、5号艇3番、6番バックスレッチャー陰線から踏ん張った1号艇ベテラン松井が先頭です。1艇進から2艇進で4号艇の深谷が続いて1番、4番、そして2号艇、6号艇、5号艇、3艇固まって、後方に3号艇の松尾、なおスタートは正常でした。第2ターンマーク、先頭1号艇の松井、2番手4号艇回る、追っつけて6号艇、さあ足返して2番、5番、3番ですが、2番手は4号艇の深谷がキープ、3番手争いですが、わずかに2号艇の永井が上がってまいりました。しかし永井の外から6号艇の山崎で、2番、6番両者がまだ接戦状態です。2周目で第3ターンマークは先頭1号艇、2番手4号艇、3番手2号艇の永井が張って回って、外から全速6号艇、内から突っ込んで3番と5番ですが、わずかに2号艇の永井氷弥、しかしまだまだ6号艇の山崎軍食い下がっていまして、2番と6番の差一定進ほど、あとは3号艇5号艇の順になっています。第2ターンマーク、先頭と2番手は抜け出した1号艇の松井と4号艇の深谷、3番手らしいですが、2号艇の永井が回って、また突っ込んで3号艇、握って回ってくる6号艇ですが、3番手らしいは2号艇の永井氷弥、上位がここは1号艇、4号艇、2号艇で最終周回へと入ります。最終周回、先頭には1号艇の松井茂、しっかりと陰線から踏ん張って、2番手には4号艇の深谷智弘、道中3番手らしいは2号艇の永井氷弥が競り勝っています。最後のバックスレッチャーと入っていますが、ここは上位変わらず1号艇、4号艇、2号艇の1、4、2とここで上位固まってまいりました。そして6号艇、3号艇、5号艇の順です。最終端幕、1号艇の松井茂が人気に応えて、オッズ2連単ですが 4.3 倍、3連単ですと 11.3 倍となっています。1号艇松井茂が初勝利、人気サイド決着で間もなくゴール。先頭1番ゴール、4番ゴール、2番ゴール、6番ゴール、3番ゴール、5番がゴール。